回に分けたうちの2つ目、油絵で紙に描くドローイングをやっています。ここから1回目描いてから、1回目が下地になってもう乾いてるんですね。乾いてて違う日です、乾いてて塗っても下が取れないような状況で、描き進めていきます、めちゃくちゃやってるようで、まあそうではなくて、やりたいビジョンがあるんですね。こうやりたいなっていうのがあってですね、やってるんですけど、まあ、毎回何か、インスピレーションをもらって、他人の作品からですねインスピレーションをもらってやり始めてるんですね。全然そうならないなっていう感じで、宿泊してるんですね。そうならなくていいんですけど、大きなタッチをこう入れる、今こうやって大きなタッチを入れるとですね、大きな傾きが見えてくるんですね。でそれで、記号としてのメガネをですね単純に描き込んでるんです。こんな傾きが頭部にあったなということを大きなタッチによって再確認して、それを止めるために固定するためにメガネを描いてるんですね。青いメガネなんですね。青いメガネ、メガネもっと欲しいんですね。青いメガネと金色のメガネしかないんです。この仕事でですね、ですけど花粉症のメガネかなっていうような透明のメガネ、その仕事が、そのキャラのイメージを変えてほしいっていうことだったから、そのキャラが透明のメガネかけてるんですね。だからそれを一応かけて描かないとなんかこうリアリティに欠けるということで、どこに売ってるのかって100均に行ったんですね。100均であったんですね。もうそっくりです。100均のメガネ、をかけてそのキャラクターを自分の顔を見て描くっていうことをやりましたけれども、メガネがもうちょっといいメガネが欲しいですね。いろんな形のですね、いろんな色、他の色も欲しいですね。これは青なんですけど、もうちょっと濃い青で、濃い青を作るときに、濃い青があればいいんですけど、なかったら青っぽい色、緑も青ですけど、青っぽい色を塗って、その色の上から、黒っぽい青だったら黒を塗るんですね。で明るい青だったらもう絵の具の青そのままっていう感じでですねやるんですね。もう僕はほとんど色を正確に混ぜて作るとかそういうことをしない。昔そうしてましたけどね、小学校の時、中学校の時、高校の時までかな、やってましたね。色を混ぜて、自然の色にしてですね画面に載せるみたいなことしてましたけども、そういう感覚がなくなっちゃって、もうどうでもよくなりました。赤っぽい色ならもう全部赤、同じ赤です。ある色、赤っぽい色、持ってる色でもそれで済ませる。でなかったらですね、もう色なら何でもいいっていうぐらいですね。それぐらいもうどうでもいいことになっちゃいました。っていうのもやっぱり、絵を感性で描くっていう時期が、若い時っていうか子供の頃はあった。でその感性が褒められたんですね。色がいいっていうことでよく言われましたけれども、色がいいってどういうことなんでしょうかね。見えてる色を感覚でもって、抵抗感ないように塗るぐらいですね。それ以外にはないですけれども、僕に欠けてたものは、そういうものじゃなくて、僕に欠けてたものはその、自然と絵との差を
はっきりもっとさせることだったんでしょうか。白なら白、黒なら黒というような感じで、中途半端な作業は、感覚的な作業は絵の中ではあんまり意味がないんですね。特に油絵なんかやってるとそう思いました。もちろん日本画なんかやられてる方はすごく繊細な色彩でもってですね、自然を感知してるかもしれないですけれども、やはりこう油絵との構造が違うんですね。重ねていく感覚が違う。あんまり近代日本画でいいなと思ったことはないですけれども、油絵でもそうですね、いいなと思ったことはほぼないですね。でも絵の作りからすると、日本画、大学でいた頃はですね、日本画の方がすごいなと思いました。頑張って描いてるだけに、やっぱり絵自体がちょっと迫力が出てくるんですね。油絵の人よりも良かったような感じがします。本当に油絵いいなと思う人少ないですね。けどインターネットなんか見てるとたくさんいますね。でそういういいなと思ってインスピレーションを得た、絵を描きたくなった、とかって言われるとすごく嬉しいんですけど、よくすることがあってですね、なんか自分ももう一回絵を描いてみようと思うみたいなメールをもらうことがよくあります。これは嬉しいことなんですけれども、そうやって僕も同じように人にインスピレーションをもらって、これも描き始めてるんです。けどなんか途中で、その人のように描かなくてもいいんじゃないかと思う時が来るんですね。もうそろそろこう来てますけど、そのもうその人を超えちゃってるんじゃないかと、要するに感覚的にその人に憧れた領域はもう超えちゃってる、自分の中に入っていってるんじゃないかっていうことが、なんとなく感覚されると、それを捨てて進むことも必要なんだなと思いますね。やっぱり自分の中で、ずっと閉じこもって、外に出ない、一歩も外のものを掴もうとしないということは、とっても絵を描く上では大切になってくると思います。それと同時に、そうやって外にインスピレーションをもらうことも非常に大切だと思います。自分の中から一歩も出ない、外のものに、外に真実を求めないということですね。外に真実を求めずに、中で引きこもってですね、一歩も出ない、そうした中で、いろんなことに対して自分の思い、いろいろな思いが湧き上がってくる、その思いに対して、従順になることですね。それに従うこと、その中からしか、やっぱり、オリジナリティというか、身体性というか、質感というのか、そういうもの、質感といったら、その、対象が持ってる質感っていう感じに捉えられるかもしれないですけど、そういうことじゃなくて、油絵の質感、要するにそのマチエールが輝き出す何か、後ろから張り出してくる輝き、ただ重ね方が綺麗とかそういうレベルじゃなくて、マチエール自体が輝いてくる、そういうことはですね、やっぱり精神の輝きなんですね。その精神の輝きは、そういう閉じこもることによってしか外の情報からは何も得られない、例えば外にいくら、普遍的なものを想像しようとですね、外外部にですね、いくら神的な絶対的なものがこんなものだということを確信できようともですね、それはやっぱり外のものなんですね。
だから自分の中からしか生まれてこない。そして例えば自分の中に何もない、例えばその自分の中に見てるものが何もないし、そこには絶望しかない、っていう状況があると思うんですが、その中にしかやっぱり真理はないんでしょう。だからですね、自分の中に閉じこもって描くことっていうのは大事なんですね。でそれが、マチエルになる、質感になるっていうことなんです。まあ、物を見てる限りはいちいちその描くたびに対象を見るわけですから、外のものに向かうんですね。だからですね、その自分の中に徹底的にこもることと、対象をそこから見ることが何回も繰り返し起こる、何回も繰り返し、作業されるわけです。だからその自分のタッチっていうのがわけのわからないもので、そのわけのわからないものの中に自然を見る、対象を見ていくっていう、繰り返し、だからですね、その自分の今描いてることが分からなくてもいいんですね。むしろ一個ずつ全てこう分かろうとするとですね、ただの観察した絵になってしまいますから、そうじゃなくて一個一個見ていく、飛躍していく、それとは全く別のものを見ていくということが必要になってきます。それっていうのは自分の描いたタッチですね。自分の描いたところとは全く別なことが、別なことを見ていくということなんですけども、よくこう自分の書いたことを、右の手がやったことを左手に教えないなんていう言い方もありますけれども、それぐらい知らない方がいいんですね。でそれでこそものとものとのコントラストができるんですね。やっぱりそのコントラストがないと絵は動き出さない。一個と一個がつながってたら、切れてなくてつながってたらですね、そこにコントラストがないんですね。だから物の動きがあんまりないんですね。それじゃなくて、全然違うもの、全然違うものが鮮烈に重なった時に動きが出てくる、火花が散って動きが出てくるということなんですね。だからそういう風になるようにですね、できるだけ自分を自分の考えから抜け出そうとするわけなんです。で今ようやくその何かしらつかめそうな感じになってきてるんですね。もうそろそろでもこう大きく捉え始めて終わりが近づいているなと本人も今この時点で実感してるんです。だけどこういう時に萎縮してしまってですね、でまた感性から距離が出てしまうことっていうのはよくあると思うんですが、それでも見ればその距離が縮まっていくんですね。これは前にも言いましたけれども、感性から遠ざかる一瞬があったとしても、それがまた大事なんですね。遠ざかって見ることで、またそれが、近くなるっていう構造で描いていくんですね。せっかくもうすぐ完成するのに離れるのは怖いですけれども、結局萎縮してしまう。どの感覚でもって描いても萎縮してしまうとすれば、もう萎縮するしかない。萎縮すると、無理にそれに抗うこともできない。でそれもまた萎縮ですから、そうすると、もう萎縮するしかない。そうす萎縮すると、また見始めるんですね。もうつまり大きく、見れなくなる、こう細い筆ですね。これ細い筆だと思うんですけど、僕はその細い筆で描き始めるとですね、もう分からなくなってくるんですね。さっき見えてたのに、さっきいい感じのところまで来てたのに、もうまた分からなくなったなという感じなんですね。この時はそんな感じだったと思います。これは本当に終わるのかなっていう感じでですね、今描いてますね。
こうやって白を置く、口の周りに今これ白を置いてるんですが、もうこれぐらいまで絵の具が乗ってくるとですね、シルバーホワイト、今使っているシルバーホワイトでは明るくならないですね。だからですね、いくら描いてもあの明るくはならない、むしろちょっとずつ明るくなるかちょっとずつ暗くなるかどっちかなんですね。だからいくら描いても、まあ、一緒なんですけど、その一緒っていうことを利用して描くんですね。いくら描いても一緒なことをいいことにですね、いくらでも描くんですね。それを分かってるからそうするんですね。うん、まあ、なかなか完成しない、もうそろそろでも何か見えてくる。この下の明るい、明るいというか服に斜めに入っている白、まあ白が入りましたけど、その左下から右下にかけての坂みたいに入っている明るいところはですね、日が差したんですね。日が差してきてですね、光が変わる、それを追っかけて塗ったんですね。どんどんあの光は変わっていくんですが、それを時々やっぱ拾い直すんですね。そうすることで新鮮さが蘇ってきて、形を認識しやすくなる、大きな形を認識しやすくなる。物が変化してくれないと描きにくいんですね。逆にさっき見てた角度と顔が違うとかですね、そういうことがないとすごい描きにくいんですね。むしろずっと同じ形で固定されている方が難しい。例えば蛍光灯で描くとですね、光は固定されますけれども非常にやりにくくなる。むしろ自然光で変わってくれた方がですね、いろんな側面が見える。でいろんな側面を絵に描き込んでいくと徐々にですね、そのものがしっかり、安定してくるんですね。認識できるというか、いろんな側面を絵の一つの絵の中に描き込む。ピカソと一緒ですね。横の顔と、縦の顔、まっすぐ見た顔を描き込むのという感じで、一つの絵にいろんな側面を描き込むんですね。動きです。動きを描き込んでいく。フェルメールをしたことがピカソもやってるっていうような感じですよね。もうでもだいぶつかめてきてますね。そろそろ終わりかなという感じで、そこが明るく見える時と暗く見える時があるんですね。顔の横が明るく見えたなと思ったら、今度明るくなったら今度暗く見えるんですね。それをまあ見えた通りにというか繰り返し描くんですね。そうすることで徐々に光も厚みを増してくる、複雑になってくるというか、逆にシンプルになってくるというか、明るいくらいがはっきりしないといけないんじゃないかというかもしれませんけれども、絵の中では変化が大事なんですね。変化して意味のない重なりかもしれないけれども、それは頭で理解できないだけで、絵では意味があるんですね。バッグの緑が顔の中にも入ってきました。よくこういうテルベルトで持ってですね、まあ、この土台がそうなんですけど、緑の人間、緑っぽい人間を描いて明るいところに暖かい色を持ってくる、中間色の上に、暖色を持ってきて人を描くような、白人種の場合は、そういう風に本当に見えるんでしょうね。白い椅子から血管とかが見えてちょっと青っぽく見えたりとかするんでしょうね。よくグレー、灰色で、元の顔を描いてから赤みを入れたりとかですね、それが進化して、ベネチア派の人たちはですね、テルベルトを使ってその上からカラーを置きやすくしたんですね。ティザーノとかティントレットですね。
ティッツァーノ、イタリアで見た時ティッツァーノの絵びっくりしましたね。あんなに絵の具が乗って、この右のパレットみたいな感じですね。この右のパレットが、絵肌な感じでしたね。あれはあの、まあ、等身より少しでかいぐらいのピエタの絵でしたけど、あのキリストの足ですね。キリストの足がもう、もうレンブラントよりすごかったですね。レンブラントよりも、絵の具がボコボコに乗っててですね、これがよく持つなというような感じで、あの絵がありましたけど、すごいでかい絵でしたけれども、縦が3メーターぐらいあったかな。ピエタの絵、ボコボコなんですね。ボコボコがいいというわけではないですけど、やっぱりファーアイクなんか平滑な画面なんでしょうね。見たことないけど見てみたい。平滑な絵でもですね、あのファーアイクみたいなああいうもので、でもですね、あの神に対して描く、やっぱりその自分の描いているものが自然だとは思ってないわけですね。不自然なものを神に対して描く、でそれでそこに許しを請うわけですね。だから私のできる限り描くけれども、それが自然であるとは絶対言わないですね。それが私のいわゆる過ちなんですね。だからですね、それをできる限り描いてですね、それを提示するわけなんですね。描けるんですね。だから抵抗感なく、間違ったとしてても、間違ったとしても描いていける、どんどん描いていける、徹底的に描ける。今はですね、何かこう写真的じゃないとダメとかですね、何かこう映像的な制約がありますね。でそういうものが、そういうものが世間から否定されるっていうことがあります。それは相対的な関係のある中での描き事情であってですね、ファーアイクなんかが持っている絶対的なもの、絶対的なものとの対話っていうものは、キリがない、要するにあの限度がないわけですね。どんなけあったとしても包み込まれるわけですから、世間なんていうものと対峙してやってるとですね、いろいろな束縛を受けるんだと思いますね。まあそれもですね、その束縛も大切です。今となっては大切だと思います。やっぱりみんなと同じ感覚を持たないと、あの普通の人は見てくれないです。見てくれないと思います。やっぱり絵画の世界だけじゃなくて、絵を初めて見た人は感動してくれたりとかするべきだと思うんで、カメラの人が、写真の人がですね、カメラ談義に花を咲かして中に入れないようじゃ困ります。僕も最初はやっぱり、他の人の絵を見て、まあ、自分なんか別に絵に興味なんかなかったわけですけれども、やろうとか思い始める、何かこうインスピレーション、霊感を受けるといったようなことが最初にあったからですね、やり始めてるわけです。でこの絵描き始めてからもですね絵の人もいっぱいいますけれども、他の分野の人にやはり、すごい影響されました。若い頃、まあ、学生の頃とか、舞踏とかですね、いけばなとかですね、いろんな分野、違う分野、もちろん作家の小説家、太宰とかですね、めちゃくちゃ読みましたけどね。やはりそういうものからインスピレーションをもらうんですね。はい、もうだいぶ、もう終わりですね。自分の、目標としてたものよりも違うかもしれないけれども、それよりもいいものだと思って筆を置くんですね。いいかなと思いましたね。これで終わりです。